はい、こんにちは、武田クリーニングです。家庭でできるシミ抜きの実演動画チャンネルということでね、だいぶ動画の投稿数も増えてきた感じなんですけども、成功したり失敗したりね、様々いろんなことをやってるんですが、まあ、基本的にやってる内容は同じで、あ、このシミとこのシミは同じ内容だっていうふうにね、見ていただいている方は気づいてると思うんですが、同じ内容であってもしつこく何度も何度もアイテムが違うわけですからね、使うものが同じで、やり方が同じだとしてもね、その綺麗にしたいもの、アイテムね、お洋服、素材、そしてシミによっては反応が一つ一つ違うはずなんですよ。だからそういったものはね、やっぱり経験を重ねれば重ねるほど上手になるかなというふうに思いますし、あと何回もやっていくうちにね、少しずつこうアレンジする方法も覚えるんじゃないかなというふうに思います。結果的にですね、シミさえきれいになればどんな方法で、きれいにしていただいても全て成功なので、私のやり方もその作業内容の一つとしてね、黄ばみを取るとかシミを取る過程でできる内容の一つとして参考にしていただけたら、真似していただけたら大変嬉しく思います。今日ご紹介のアイテムはこちらですね、子供さんのワンピースです。こんな感じにね、ちょっと余計なものも映ってるけど、夏物のね、ノースリーブのフリル、袖のところにだけフリルがついたワンピースで、ウエストの部分からね、無地とドットになってます。シミ見て、パッと見て分かるようにすごいたくさんシミがついてますね。ずーっとこの辺全部シミです。でね、ママさんはもうかなり頑張ったそうです。いろんなことをやってみたそうです。だってこの状態じゃね、娘に着せたくないですもんね。だからなんとかね、自分で落としたいなと思って、漂白をしてみたり、歌丸石鹸でゴシゴシ揉んでみたりね、散々やったそうです。それでもうダメだというふうに、なっている状態のお洋服、捨てるにはもったいない、いずれサイズアウトしてしまうけど、まだサイズアウトしていない、なんとか綺麗にできたらなというふうなことですね。これね、ドット、もともとの買った時のお色は分かんないんですけど、見た感じね、だいぶこう毛羽立って使用感があって、少しこう色が褪せてるようなね、色に見えますね。飲食に伴うシミだと思います。それが酸化してこんな風に広範囲にね、黄ばんでしまったものと思います。お洗濯液表示をお見せしましょう。これね、裏返しにするとこんなにシミがついてんだよ。この黄色いところは全部シミですから、こういうところ全部、これは手ごわいですよね。こういうふうになんかこの辺も、まあ、全体的に黄ばんでる感もあるし、この辺とこの辺と比べたらね、この辺と比べたらほら、この辺白いじゃないですか、すごく地の色がね。でもこっちはこんなにこう黄ばんでる。もちろんその、あ、やっぱり全然違いますよ。ほら、この辺の白さとこの辺の色が違う。だからね、部分的にこうシミがあるだけじゃなくて、もうこのベースとなる白い部分もかなり黄ばんでるというふうなことですね。はい、お洗濯液表示見てみましょう。洗濯液表示がこちらになります。本体ポリエステル 65%、 置いた方がいいかな、ここだね。はい、本体ポリエステル 65%、 綿 35%、 綿ポリと言われるやつですね。非常にメンテナンス性がいい素材です。リブ部分もポリエステルと綿、レース部分が、違うな、レース部分は綿 100%、 リブ部分がポリエステルと綿とポリウレタンということになってますね。で、こちらお洗濯液表示、一番左側、こう四角いマークです。四角いマークはですね、洗濯機の機械力をかけて洗っていいよと。このタグはですね、もう今はこういったタグ、A 表示つけてないんですけど、今の企画の前のタグなんですよ。で、こちらはですね、40度までの水温、まあまあ高い水温で、洗って大丈夫ですと。洗濯機の機械力かけてガンガン洗ってくださいと。なんともないですよというふうなことが書いてあるので、とてもメンテナンス性がいいお洋服でございます。
でね、お客さんも散々洗って、ダメでっていう風なことでね、家庭でできる方法で綺麗になるんであればと。だからといってね、やっぱりクリーニングに出したりシミ抜きを依頼するっていう風なこともやっぱり子供さんのお洋服だとね、コスパが悪くて考えてないかなという風に思うんですよ。さ、じゃ あ早速やってみましょう。はい、まずはですね、まずは一番最初に使うもの、いつも同じです。まあいつも同じじゃないんだけど、今日も同じです。しつこい油汚れにマジックリン、緑色のマジックリン、マジックリンシリーズいろいろありますけど、この緑色のですね、油汚れにマジックリンです。バスマジックリンでもトイレマジックリンでもないです。緑色のやつね、シュッ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 と、まあ、全体的に黄ばみのところにスプレーをします。まあ大雑把でいいです。これね、2倍に薄めてるんです。スプレーボトルに買ってきて2倍に薄めて、こうメモリついてるんだけど、水で2倍に薄めていて、こう作り置きができるので作っておくと非常に便利です。ただね、ちょっと敏感な方はあんまりシュッシュしすぎるとね、むせるかもしれないので、そこちょっとね加減してください。こうこんな感じでね。はい、じゃあ今ここからはノーカットノー編集でいきます。今シュッシュしてからね、どれぐらいの時間このまま放置するのかっていう風なのは特に意識してなくて、つけ置きの準備完了するまでの時間でいいと思います。こちら、このこれぐらいの大きさの発泡スチロールの容器です。蓋がついています。これにですね、つけ置き洗いをします。つけ置きでどれぐらい綺麗になるかちょっとわかんないですけど、これだけね、黄ばみがひどいわけですから、散々、しかもね、ママさんもこの子のお母さんですね、この子のお母さんも綺麗にしたくてね、ハイターを使って漂白をしてみたというふうなことなんですけど、僕も同じように漂白をします。ただね、漂白の仕方がちょっと違うと思う。まずこの発泡スチロールの容器にですね、お湯を5リットル準備します。この5リットルっていうのは洗剤に、たまたま僕が買ってきた粉末洗剤に書いてあったつけ置きの量なんですよ。で、ちょっと水温をここに置いて測りますね。僕が買ってきたのはこちらのアタック。粉末の洗剤ってあんまりこう選択肢がなくて、2、3種類しかなかったと思うんだよね。で、こちらつけ置き洗い、これはね、アルカリ性の、弱アルカリ性の粉末の洗剤になります。中性じゃないんですね。で、こうつけ置き洗いに書いてあるんですけど、30度から40度のぬるま湯、約5リットルにアタックを 18g 溶かすというふうに書いてあります。はい、じゃあこれ早速ね、18g 5リットルに入れてみます。5リットル、この量というのは、洗剤の量というのは通常の洗いでいうと30リットルの水に溶かしてちょうどいい量なんですよ。だからそれを5リットルの量に入れるんですから、かなり、たくさん入ってる、高濃度になってるってことですね。次に入れるのがこちらです。あ、これだったらもう使いましたというふうに言う方たくさんいるんじゃないかな、これだと落ちないよというふうに思ってる方もたくさんいるんじゃないかと思うんですが、一番有名なワイドハイター、もう家庭でできるシミ抜きイコールワイドハイターみたいに思ってる方がいらっしゃるんですが、やっぱりそのシミの特性に合わせたものを使えばいいんじゃないかなというふうに思うので、それはね、ものによって違ったりするので少しずつお見せしていこうと思います。こちらつけ置きで本品だけを溶かした水かぬるま湯に30分浸した後水ですすぐか洗濯するって書いてあるんですが、本品だけじゃないですね。もう先にアタック入れちゃったので、洗剤を入れてますので、混ぜちゃうというふうなことと、あと温度が30か40じゃなくてね、50度にしているつもりです。水1リットルに 10ml だから、これ5リットルあるので 50ml 入れます。はい、50、40、キャップ1杯が40、そしてこれぐらいか、50、はい、50入りました。これはね、量だけはしっかり守ってます。洗剤も量は守ってます。はい、次に入れるもの、こちらです。ワイドハイター EX パワー。実はね、ワイドハイターって粉末もあって、必ずね、液体の近くには粉末があるはずですよ。意識してみないとね、分かんなくて、粉末もあるんですかっていう風な感じなんですけど、これも同じように酸素系の医療用漂白剤、これも酸素系の医療用の漂白剤だから同じなんですよ。じゃあ液体と粉末で何が違うかというと、実は違うんです。まあ後で成分を見ていただくと、その
違いというのが分かると思うんですが、その成分の特性とか成分の違いによるその使い方とかね、あんまりそういった専門的なことを意識する必要もないかなと。このやり方だけ、真似してくれればいいかなというふうに思います。これもね、つけ置きには、何部だ、1リットルに5グラムだから25リットルだから25グラムを入れます。これまず20、そしてはい、こう入れました。すべてつけ置き洗いに、入れる量を入れてます。ワイドハイターの液体も粉末もそしてアタックもで、ね、ワイドハイターに関してはこれ入れてほしいんですけど、アタック洗剤に関してはね、別に必ずこれっていうわけじゃないです。液体でも全然大丈夫、普段使っているものでも大丈夫。ただね、つけ置きで、シミを取りたいと思うときはやっぱり中性よりも弱アルカリ性の粉末の方がおすすめですね、はい、それではかき混ぜていきます。発泡剤が入ってるわけじゃないので、これは洗剤の泡になります。お水の色見てください。洗剤を溶かして白濁しているお水の色です。これがですね、普段、家で洗っているお洗濯では何ら問題なく色なんか出なくても、こうやって温度を高くして、しかも漂白剤をたくさん入れて洗剤も高濃度にしてつけ置きをすると色が出てしまう可能性があるので、一番心配なの、一番気をつけてほしいのがその色出です。温度計ちょっと見てほしいんですけど、50度ぴったりにするのってなかなか難しくて、まあ50度前後であればいいです。今たまたまね 51.5 度、若干高めになってるんですけど、50度を上限にしたいんですよ。50度を上限にしたいので、60度とか70度だとすごく困るんですけど、50度以上はしないようにっていう風なのが僕のつけ置きのルールになってますので、今回スタートは 51.5 度にして、先ほどマジックリンをシュッシュしただけ、あとは何もしてない状態のをまず漬け込んでみたいと思います。こするとかね、揉むとかね、そういうその物理的な染み抜きを一切していないです。はい、でね、お色が白無地とかじゃないでしょ。で、白無地だったらね、このままさんも塩素系の漂白剤を使ってきれいにしちゃうなんていう風なことをねおっしゃっていて、でその酸素系のハイターは全く黄ばみがきれいにならず薬不足と。でもそのきれいになるであろう塩素系はあまりにもその強すぎて色柄物には使えないと。だからお預かりしたお洋服、その家庭でできるシミ抜き動画用にね、 YouTube 用にお預かりしたお洋服というのは全て、色がついているものだったり柄があるものなんですよ。それは家で、きれいにするのが手強いということなんですね。ちょっと水の量を今のうちにこう見ててください。今は全然ほら色がまだ出てないでしょ。これ入れた瞬間ドバーッと色が流れてくるようだったらもう速攻中止です。それはね、色が出すぎる、色が弱すぎるというふうなことで、シミ抜きに黄ばみ取りに効果的な作業をしてしまうと必ずや望ましくない変化が生じてしまうのでできませんという意味です。でね、今はこうやって出てないけど多分これから出るんだと思う。でも今こうやって出てないということはとりあえず OK だなというふうなことで、今温度計見てください。お洋服入れたのでちょっとやっぱりお洋服冷たいから温度ちょっと下がってますね。 50.7 度スタート、 50.7 度スタートで、これからつけ置きをします。でね、色出がすっごく心配だなっていう人はもう蓋をしないでもいいですよ。温度計差しっぱでもいいですし、蓋をしないでいいです。まあ温度計なんか取っちゃっていいな。でね、10分ぐらいで一旦そのどれぐらい色が出てるのかなっていうふうなことで様子を見て、でね、僕の一番最初のイメージはこれだけねひどい黄ばみなので、30分からもしかしたら1時間は漬け込まなくちゃなんないかなというふうに思うんですが、まずね、最初の10分でどれぐらい色が水浴中に出てるのかっていうのをチェックしようと思います。じゃあ10分後もう一回見て、色が出てなくて大丈夫だったらさらにプラス20分で、30分経ったところで一回、
どんな状態かを確認してみましょう。はい、それじゃあね、もう10分、ほぼ10分だったので状態見ていただきたいと思います。あー大丈夫、全然大丈夫だ。全くほら色が、全くってわけじゃないけど、その色がとばっと出て、お水の色がね、紺色になるなんていうふうなこともなかった。よかった。よし、 OK。 はい、これでね、10分漬け置きしたので、また蓋をして、あと追加、はい20分。はい、これで30分経ったところで、もう一回見てみよう、シミの状態見てみます。はい、それではね、30分経過したところでどんな風になっているのかを見ていただこうと思います。まずはね、お色、水の色を見てください。水の色こんな感じで、泡があってね、見づらいけどいい感じに、ほらまだ白濁した色で、少しね、さっき一番最初スタートした時よりは若干色は出てるけど、でもそんなに極端に色が出てるわけじゃないので、これはセーフ、大丈夫、いける。でね、次にちょっと温度計を入れて、何度下がったか後で見せようね。で、シミの状態をチェックします。ちょっとね、さっき裏からね見た時すごく分かりやすかったので、裏から、あー、ここだ。うわ、相当綺麗になってるよ。ここです、ちょっと写してください。ここ、もうね、今薄く黄色いの見つけたからここっていう風に言ったんだけど、もうこんな風にしてみたら、え、黄ばみ取れてんじゃんっていう風なレベルだね。すごい嬉しい、やったぜって感じですよ。こっち、ほら、こっち表ね、この辺、まあ、端っこにもねたくさんあったから、これね、最初からこの作業をして取れていたのか、ママさんがね散々いろんなことやりましたっていうのがね、こうそうしてこんな風になってるのかは今となってはわからないけれど、でもね、この作業は、僕が今こうやってお見せしてる作業はね、きっとママさんが何かこう一生懸命いろんなことをやった作業よりも楽なんじゃないかなと思うのね。測ってお湯沸かして入れて混ぜただけだから、そこにつけ置くっていうふうなことで、こするとか揉むとかね、そういった物理的なことを一切してないわけなので、これで、かなり反応して、ここで、やめちゃっても相当切られるレベルだと思うんだけど、色がね全然出てないっていうふうなことから、もうちょっとつけ込もう。で、今温度46度、51度ぐらいからスタートしてるから、5度ぐらいねもう下がっちゃってるけど、でもまだ十分ね、今素手で触って熱かったから、このまま作業、つけ置き洗いを続けます。また蓋をして、あと30分、つけ置きして、多分ね、この反応はめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。これで、はい、30分経過したので状態また見ていただこうと思います。合計ね1時間漬け込んで、こんな水の量です。30分の時にね見た水の色とね、ほぼほぼ変わっていないですね。多少やっぱりスタートの時よりはね、色が出ちゃってはいるけど、これぐらいだったら大丈夫。きっとね、これ冷たい水で普通に家庭で洗濯してる時はね、全く色が出ないんだと思うな。でもこれだけ高温にして、強い薬の中に入れてるからね、少し色が出てるけど、でもこれぐらいだったら大丈夫というふうなことです。30分経過したところで経過がかなり良好だったので、もうこの段階でね、確認する必要がなく、そのまんま僕はお洗濯しちゃうんだけど、でも一応ね、動画なので乾いてからもちろんお見せするけれども、今この段階でも一旦お見せしましょうね。相当ね、僕の手がねぬるぬるすんのはね、それだけねアルカリが強いってことなの。洗剤がいっぱい入ってるからぬるぬるするって思うでしょ。でもね、中性洗剤こんなぬるぬるしないのね、アルカリが強いってことなんだよ。
アルカリが強い分ね、洗浄力が高いっていう風なことなのね。ただ手が荒れるかもしれないので、その手荒れ嫌う人はね、やっぱり手袋かけてくださいね。僕そのままやっちゃってるけど、はい、ちょっと裏から一番こう黄ばみがついていたところはこの辺、まだね、やっぱり黄ばみ残ってた。この段階でちゃんと色の段差が認識できる。じゃあね、表裏から見ては認識できる。さあ表、さっきもね裏から見た方がすごく乾いてる時もね、裏から見た方がシミは分かりやすくて、表から見た方が分かりにくかったんだけど、すごい色の段差的にははっきりしてたから、表から見てもね、よく意識してみるとね、やっぱりこの辺はね、黄ばみが残ってる、薄く残ってる。黄色ってどんな薄くてもね、見える厄介な色だからね。ただこのベースとなる白の色ね、ドットのベースとなってる白の色の全体的な黄ばみに関してはもう分かんなくなってる。まあ、乾いてる時もね、こっちとこうやって比べなければ分かんなかったんだけど、ちょっとやっぱ水浴中でお見せしてもすごく分かりづらいし、じゃ まだ残ってるからといってね、これをじゃあさらに長く漬け込むかっつったら、もう漬け込まない。僕がお見せしてるその家庭でできるシミ抜きの漬け置きにルールがあってね、まずは温度、水温は50度以上にはしない、50度以上にはしない。そして、時間、漬け置きの時間は60分以上は漬け込まない。もちろん途中で色が出ちゃったりしたら途中でやめるというふうなこともね、大いにありうることですから、お洋服によってはね、やっぱりそのいろんなね、ラインストーンがついていたり、スパンコールがついていたり、いろんな装飾がついていたりするわけですよ。あとは特殊なボタンがついていたりとかね。だからそういったことで言うと、こう大丈夫なものと大丈夫じゃないものがあって、同じ黄ばみでも取れるもの取れないものは、その望ましくない変化が生じるか生じないかの差だったりするわけですよね。はい、温度見てください。温度計44度、1時間つけ置きしてね、これぐらい温度を保ってます。もちろんずっと50度が望ましい。でもそれはね、プロの環境じゃないと無理。プロはね、いつでも加温、温度を加えることができちゃう。だから温度下がってきたなと思ったら、また50度に戻すことができるんだけど、でもやっぱり家庭でそれは無理だと思う。だからわざわざね、またお湯を沸かしてこれにお湯を足すなんていうことすると水量も変わるしね、洗剤の濃度も変わっちゃうでしょ。だから今44度までなってるっていうことは、最初スタート51度ぐらいだったからね、6度ぐらいは下がってるけど、でも全然大丈夫。それではこれね、このまんまかなり高濃度の状態なので、最初にお話ししたように、一番最初に入れたこのアタックの量がね、18g 入れてるのね。 18g っていう量は、ここ30リッターのお水に対して洗濯するときに入れる量なんですよ。 18g、 洗濯物の量の目安として 2kg ね。だからこれにお水を足してください。5リットルしかないから25リットル、25リットルで合計30リットルにするんであれば、何も洗剤は足す必要がなく、そのまま洗濯 OK です。ただもっと足したいという人はね、例えば45リットルとか55リットルとかね、もっと足す人は、その足りてない分の洗剤を足してください。で、温度は普通の水道の水がプラスされるのでね、ぐーんと下がるはずです。もう25度とかね、それぐらいまで下がるはずです。あとはね、1時間つけ置きはしてるけど、普通に洗ってください。普通の洗濯と全く同じでいいです。これをわざわざすすいだりね、これ1点だけをすすいだりっていう手間はちょっともったいない、めんどくさいし、これだけ高濃度の強い薬の中に入ってるわけですから、たくさんすすぐのに水が必要だっていうのももったいないしね。普通にお洗濯をして、普通にすすいで普通に脱水して普通に干すというような、あとはもう普通の洗濯の流れ、ここまでが前処理にしてはね、1時間もかけて長いっちゃ長いけど、でもこの黄ばみを取るにはこれが一番楽、こすったりするよりも楽だから、これで、これもったいなくないし、合理的でしょ、このまま洗濯するんだから。で、乾燥した状態でね、もう一度どんな風になったのかを見ていただこうと思います。はい、仕上がりを見ていただきたいと思います。
今回は大成功だったと思います。飲食に伴うシミがですね、ずっと落ちずにどん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 酸化してしまってね、落ちにくい状態になっていたものがですね、うまいことつけ置き洗いをすることと、その後全体処理でクリーニングを全体処理で丸洗いをすることでね、こんなに綺麗になりました。もうね、何の問題もなく着用していただけると思いますね。いい感じにいい綺麗になったと思います。どこにもね、広範囲にいろんなところにねシミがあったんだけど、もうねここって指させないです。色の段差がもうなくて、で全体的にこの辺が黄ばんでいて、この辺のお色と差があったのも、ほら見ていただくと分かるように差がなく、こっちの白とこっちの白のね差がない状態になっていますね。これ、ね、黄ばんでたのがビフォーの状態だと分かりますね。これ二重になってるんだね。だからこっちのところとこの色がね若干違うように、ここが黄ばんでたのが同じ色になったということと、あと目立つ色の段差で染み合ったのが綺麗になったと。で、裏から見た時に一番そのシミが目立つ状態だったのが、ほら裏から見るとね少しあるんだよ。見えるかな、黄ばみ画像で映るかな、いいですか、この辺ずーっとね若干黄ばみが薄く見えるのね。でもね、裏から見て見えたとしてもね、表から見えなきゃ OK ですよ。ビフォーアフターの比較ではね、もう比べにならないぐらい圧倒的に良くなっているので、ご家庭でできる内容でね、この飲食に伴う子どもさんの負の、黄ばんだシミというか、黄変して時間が経ったシミがねここまで改善するのであれば、これはね大成功だし、真似してみようって思う方がいるんじゃないかなと思います。ただね、同じ内容で同じ作業をしたとしても全てのものが成功するとは限らないです。たまたま素材も同じ、洗濯表示も同じでもね色がどんどん出てしまうようなものであればね、それはうまくいかないですし、途中でやめなくちゃならないかもしれないですしね、あとは生地の状態であったりシミの状態であったりによって一つ一つ反応は違うと思うんですが、でも基本となる作業は付け置きの作業は同じような感じだと思いますので、失敗したり成功したりはあると思うんですけどね、でもここまでいけば成功と言っていいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあね、こんな感じでどんどん家庭でできるシミ抜きの動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それからですね、何かこうリクエストとか、あとは体験談とか、こんな風に書いてあったのをこんな風にやってみたら成功した、もしくは失敗したとか、いろんな何でもいいです、ご質問でもね何でもいいですから、コメント欄に書いていただければ目を通させていただきますし、その内容で実演できそうなものがあればね、実演してみたいなという風にも思います。お気づきの方いらっしゃるかと思うんですが、あ、この間何々のシミの内容と同じだなんていう風なものがねあると思うんですが、でも同じだからもうやんないじゃなくてね、これとこれは一緒だよじゃなくて、一つ一つやっぱりついているものが違うからね、ものというのはそのお洋服が違うからね、だから同じ内容でもね撮って、見る人によっては参考になるんじゃないかなと思いますので、引き続き見てください。それでは綺麗になると本当に嬉しいなっていうのは、やっぱりプロとしてねプロの環境でやっている時も、そうやってわざとプロの環境を封印して家庭でできることだけでやってる動画を撮ってる時もね、やっぱりその綺麗になって嬉しいな、反応して嬉しいなって気持ちは一緒なので、これをぜひご家庭の皆さんと共有できたらいいなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。